はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。では今回は三国志14銀影コラボ DLC 第1弾イゼルロン要塞に立てこもる、続きやっていきたいと思います。とはいえですね、このイゼルロン勝敗かなりのピンチに陥ってまして、要塞のね防御施設も破壊されつつあるという中、兵力はね、1万7000とそれなりにあるんですけど、兵糧とお金ですね。これが全くない状態なので、果たしてどこまで、持ちこたえられるかというところをちょっと懸念しています。で、今だとですね、お金が300、兵糧が1400。兵糧の1400がいかにも心もとないいいところなので、なんとかね、ちょっとここをしのいでいきたいというふうに思っています。で、今で言うとですね、孫権軍が、可否の方から。で、牧羊の方からは、延旦軍。旧延昌ですね。ここが攻めてきているという状態ですね。できれば、この陳竜とか牧羊を、曹操とね、争ってくれてると、だいぶ戦いが楽になるかなという展開なんですけど、今残念ながらね、孫権、曹操、まあ、さらに延旦と、三大大勢力から攻められているという厳しい状況です。では、時間を進めていきます。防御施設がやられてしまってるのもね、結構痛いわ。さらに増援か。お金もないので、どうにもこうにもならない。計略も打てないんですよね。お金がないので。まあ、やれることといえば探索ぐらいなんですが、まあ、探索もね、アップデートが入ってから金が取れなくなってるので、そこがちょっと痛いよね。弱い勢力からすると。金があればまだ金を使ってね、どうにでもなる局面もあるんですけど、お金がない。じゃあそのお金どうやって獲得するかというと、以前だと探索でねお金を道端から拾ってきてくれてたんです。それがちょっとなくなってますね今だと。さあこれでただイークバクカの兵糧は入ったはず。うわ知れてるな、1600か、知れてる。打って出るだけの力はない。打って出るだけの力もお金もない。いや、ここはもうほんと早々頼みだね。ある意味では。曹操と、延旦がぶつかってくれてれば、さらに曹操と孫権がぶつかってくれてれば、あるいは、勝機がある。兵力だけはそれなりに入ってますからね。商人がいるときにちょっとお金をね、ちょっとでもいいので、兵糧を買い足しておきたい。いやいや、いよいよ来るか？うわぁ。ここで商人が来ないと本当に厳しいな。ついに勝敗に敵が。さらに孫権軍も勝敗に向かってくると。いやいや。
みんなこぞってここを狙ってくるわけだな。商人はいない、商人いない。米を買うという選択肢もなし。で、ここで貴重な金を使いたくないからな。まあ、次のターンで商人が来るやもしれない。それにかけましょう。1万2000の工場兵器が出てくると厳しいよね。さてどうする。本当に万事休すなのか、他に打つ手はないのか。まず都市情報を確認します。まあ士気は高いですよね。102。で、一方現在の兵糧が300、金が200。これだとちょっと打つ手がないのか、見守ることしかできないのか。工場兵器が来てるので、その分ちょっとダメージが早いですね、勝敗の。すでに3分の1を削られている。このターンでさらに3分の1削られるんじゃないかな。3分の1どころじゃないぞ。いや、これ持たないな。いや、ちょっと言葉が出ないな。兵糧がゼロ。兵糧ゼロか。いやー、悔しいな。まあ、どこで、まあ、ミスがあったかっていうところですかね。反省点考えるのであれば。まあ、一つは、外交はしないっていう縛りでやってる以上、外交面の失策はないと思うんですよ。まあ、失策も何もそもそも何もなしっていう意味で。あとは、まあ、土塁がそこまで効果があったかどうかですかね。まあ、土塁をね、ご覧のように囲んではいるんですけど、土塁を建てるぐらいであればお金を節約して、置くっていうのもあったのかなという気がちょっと今更ながらちょっとしますね。なので、まあ、ちょっと次回ね、やるときは、このイゼルロン要塞に、土塁を少し削って、その分、まあ弓矢であり、あとは陣ですよね。あるいは砦を築いておけば、そこで戦った場合、味方の兵糧の、消耗を下げることができるっていう特性がつくので、まあ、そういうものを使って兵糧をね、十分に節約しながら敵を撃破していくと。まあ、土塁の代わりに砦だな。弓矢と砦。で、どうしてもその敵をね、侵入経路を、限定したい場合にのみ、土塁を使うと。で、土塁の代わりに、砦、弓矢倉をちょっと築いていきましょうかね。で、今回残っている弓矢倉に関してはもう必要がない場所だということになるので、ちょっとその場所を確認しておくと、ここの弓矢倉いらないね。まあでもここな、ここの弓矢倉、加工トンが攻めてきた時結構使えたんだよな。もうここはいらないですね。この3つの弓矢倉は。いやー、どうにもならない。打って出ることすらできない。
イゼルロン陥落。はい、というわけでね、ちょっと今お話しした内容がもうほぼ総括になってしまうんですけども、まあ、次回やるときは弓矢と砦の数を増やして、土塁石垣に関してはね、まあ、もうちょっと場所を必要なところのみに、まあ、ちょっと、まあ、絞っていくという戦い方でなんとかこの勝敗をね、守り切っていくという戦いをやっていきたいと思います。ではね、最後までご視聴いただき本当に、ありがとうございました。まだあの三国志はね、この後銀英、コラボ DLC は第何弾かまで、ね、5弾とかぐらいまで確か出るはず。自由惑星同盟が2つ、帝国が2つ、それに、オリジナルシナリオが1つという形で第5弾ぐらいまでね、確か用意されているはずなので、これはね、しっかりプレイの方やっていきたいと思っています。まあ、僕も銀河英雄伝説は大好きなのでね、本当に楽しみに、していますので、皆さんもね、お時間あればその際ぜひ覗きに来ていただければ嬉しいなというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。